はい、次の神社着きましたよ。もう今日はここで最後にします。最後、ね、うん、なんかツアーが来とって、ツアーの人たちが来とって、僕たちは一旦よその神社に行きました。はい、今日2回目です。はい、もうここで帰ります。ラスト神社です。ピュッ、うん、うん、もう西宮神社です。西宮社です。あー涼しい。もう夏終わりですよ。終わりです。夏が終わります。神様こんにちは。よいしょ、あ立派な木だ。ああ育ったね、育った。今ほえって鳥鳴いとうやん。鳥か、うん、ほえって。この木が、うん、あれはカエルですかって言うとよ。あれはなんか蜂ある。よし、気をつけようか。あれはカエルの鳴き声ですかって、うん、カエルじゃないよって言ったよ。うん、僕はカエルが好きなんでさーって。前そんなんいなかった、カエル。ウサギか、うん、ウサギやな。私ウサギが好きなのって。わあすごー、なんかすごいでっかいのあるで。何あれ、お、これ手水車か。休憩所じゃないんじゃん。違う、なんかあるやん。なんかあれするんじゃん、なんか踊りとかするんじゃん。え、踊りとかするスペースちゃうの。休憩所じゃなかった。なんか踊りとか、ま、あの巫女さんとかが舞をしたりするんじゃないの、うん、あの本殿のあのスペースもそうじゃん。うわあそこも階段あるわ。上なんかあるんかな。なんかあるんやろな。うん、でもちょっとやめとこうか。もうこの、うん、この頃の体力もあるし。フェリックは怖いんでいいか。うん。でも、新しいね。うわ。うん。いや、綺麗にしとんな。うん、ああ。正月はあれ飾るんかな、どれか。干支の何かを。うん。うん。こんにちは。空ですよ。こんにちは。空ですよ。よう来なすったなぁって、こんな喋り方さ。よう来なすったなぁって、神様が、お神様がおるわ。よう来はったよ。来なすったなぁってどこの言葉や。よう来なすったなぁって。どこのか、うん、え、む、関東とかかな。あ、ブーちゃん上がるの、かな。上がるのですか、ブーちゃん。とりあえず上がるな、ブーちゃんは。うん。階段があったら上がる。うん。ブーちゃん、なんか食べた、あんた。え、食べてない。よいしょ。こんにちは。こんにちは、ワインでございます。はい。出会っちゃいましたね、神様。出会っちゃいましたね。うん、あれ、ね、うん。あるからね。うん、うん。もう帰る？うん。こんなとこまで。おっちゃうで。よう登ってきたの、こんなとこまで。何をすんの、こんなとこまで登ってきた。うん。うん。あ、警戒してるわ。警戒。ブーちゃん嫌よ。もうそこは行かないで。あ、すごい。うん。カエルさんは、あのちっちゃいまま透明するんかな。うん。あ、カエルさんが好きって言った神様いたん違うん、さっき。うん。あ、あれあれ。ご神木な。ご神木。うん。カエルが好きなんやって。
カエルがよじ登ってくるから好きなんやって。で、さっきの鳥の声、ほえ、ほえ、ほえっていうのは、うん、あれは、カエルですかって聞いとった。そうですよって。違う違う。嘘嘘。違うやって。めっちゃ上まで。うん？めっちゃ上まで。あ、すごいすごい。別に大丈夫それ。鳥狙われるでこんなところ。下折り。下でかけとった方がいい。こっちの方が安全と思ったんかな。おーすごい。どっか落ちてるじゃん。うん。落ちても大丈夫、ね。あ、大丈夫やんな。柔らかい。うん。もうこんなとこまで。でもあんま怖がらせるからやけど。ほら、カエドさん。何を見てるんですか？カエルさんは、すごい、すごい能力やな、うん。あんなところ、僕らで言うところの、電柱、電信柱とかやろな。いや、もっとかな。もっとかな。あの、体の何十、うん、コースないんかな。うん。下見たときに。すごい能力やな。高所平気症か。そっか、うん、恐怖症じゃなくて平気症、うん、平気症や。もう日が沈むから早く夜済ませて帰りや言うて、 あの映画そうやって言うとは、うん、あ、それでか、だからか、これカエルが多いから、あ、だからカエル、うん、だからカエルが好きって言ったよな、あれ。登ってくれることもあるんじゃない？あの、いや、カエルがよじ登ってくるからって言うとったんやんか。んで、うん。あの、ほえほえほえって、あれはカエルかなぁ、言うて。うん、まあ、こうやってここカエルが多いんやな。うん。うん、多いな。よくおるな、ここ。それでか。じゃあもう、あのさ、めちゃめちゃ飛んでた時に来たらめっちゃ多かったんじゃん、ここ。うん。あ、そうやろな。すごかったよな。怖かったけど。うん。うまいわ。なんかあれやな。夕方に近づくにつれ蚊が増えてきたな。運動量が多いのかな。察知しやすいんかな。体温を。うん。わお、ここは神様が、うん、ここの奥は神様が、うん、あのおならする場所やから来たらあかんって。そんな場所ある。おなら、あ、びっくりした。おならしたら恥ずかしいやん。うん、だから。ここの奥、こっちの奥は神様がおならする場所やから、うん、来たあかんよ言って、うん、臭いよ言って、よう来なすったなっていう言って、その神様があそこでおならするんやって、うん、参拝の人が来たら恥ずかしいやん、プーってやったら、うん、あそこで、あそこまで行ってプーってやるんやって、うん、あそこは臭いから来たらあかんよって、よいしょ、おいおいおい、あら、こんにちは。これは何の木ね。これ何の木やろうな、うん、僕のこと触ったらええんだよって言ってるで、そう、ね、この木触ったら、な、実がの、うん、この木触ったら、うん、食欲が、うん、増す、うん、食欲が増すよ言うて、この木、僕触ったら、触っとき、これ、食欲。増しちゃおう。うん、食欲が旺盛。だから食欲がない人はここ来て、これ触ったらな。そうやね。うん。西宮神社、うん、兵庫県高町の西宮神社、うん、はい、こんな感じの。食欲が増すんだよ、言うて、この木。この種類っていうことじゃないけど、この木な。この子触ったら、うん、食欲、そうそう、右の子、食欲増すんやって、触ったらええんだよーって。僕触ってねーって。うん、そうそうそう。ぶちゃこっちだよ。将来の夢は、うん、こっちの木の将来の夢は、あの、雨宿り、人や動物が雨宿りできるぐらい大きい木になりたいんやって。傘になりたいんやって、将来の夢。傘みたいな女で。うん。うん。でも、ちょっとまだ枝が少ないやん。うん、将来の夢は傘になりたいんだって、うん。それぐらい大きく育ちたいんやって。だから僕のこと切らないでねって言ってるわ。うん
あれ、こんにちは。この神社の、この神社のガーディアンだぜって言ってる。知らない。ガーディアンってのな。ガーディアンだぜって。この神社のガーディアンだぜって。何やろ、ガーディアンって。ガーディアン、門番のことかな。門番？何やろな、ガーディアンって。外国から来た魂やから、うん、あんま日本語は上手じゃないんやって。ブーちゃんなんだ、もう帰りたいのか。ブーちゃんは引っ張って、ブーちゃんは車の方向が分かってる。うん、ブーちゃんここでもう最後よ、もうラスト神社ですよ、もうここで終わるよ、ブーちゃん。はい、また2日後か、うん、あ、ここはよういろんなもん喋るな、うん、植物たちが、うん、植物も木、あえてない石、うん、石もな、よう喋るな、ここ、うん、ほらもうブーちゃん帰る気満々や。まだよね、もうブーちゃんどこ飛べないよ、ブーちゃんは飛べない。ブーちゃんはただの犬ですよ、飛べません。ほら、ブーちゃん帰ろうとしたわ、それ。ダメですよ、ブーちゃん。帰ろうとしたわ、ブーちゃん。もうちょっと。ほら、帰ろうとしたわ、うん。こっちから来たから、あっち行ったら車があると思ったの、ブーちゃん。ブーちゃん、朝出るときもうめっちゃ大はしゃぎやん。うん、一番はしゃいどやん、ブーちゃん。あ、そう。うん。いいのよりはしゃいど、ブーちゃんは。ちょっとぴょっとうさぎみたいに飛んでるやん。うん。そのくせ、ブーちゃんも、早よ帰ろう言って。この石は、あれやって、骸骨に憧れとんやって。へぇ、なんかで見たことあるんやろな。骸骨のプリントしてる T シャツとか、なんかで見たんやと思う。骸骨に憧れとんやって。いつか骸骨の形になって見せるって言ってる。そうなんだ。うん。でも、ぽくない？もう目っぽくない？うん。あの、くぼみ。うん、いつか骸骨になって見せるって言うと。もうすでにちょっとゴツゴツしてるやん。うん。俺、骸骨になって見せるって言うと。よう喋るな、ここの子ら。はぁ、あ。あ、ここはあれやな、川がおれへんな。うん、まあ、いるけど、ちょっとね。あ、おった？うん。石ってな、うん、あの、要はほら、石、あ、いいよいいよ。石を踏まずに歩こうとする人おるやん。うん、石はな、あの、踏んで言ってるわ。なんでここに踏んでるかって言ったら、石って一個一個これ役割がちゃうねん。うん、石一個一個。また映ってないな。一個一個石って役割ちゃうねん。みんな使命を持ってんねん。この子は健康の石やねん。うん、この子は開運の石やねん。うん、この子は勇気をくれる石やね、うん。これは、なんか、楽しい、笑いの石、うん。一個一個全部な、意味が違うんやんか。うん、だから、石はな、あの、踏んだ方がええねんって。うん、うん、その元気をもらえるから。うん、みんな、こうやって、石、なんか、例えば踏まない遊びとかあるやん。うん、ある。な、意思不満とどこまで進めるかみたいな、それはな、もったいないからやめとき言うとは、全部これ何気なく散らばってるやん、うん、これ全部一個一個僕たちと一緒で何か一つは特化したもん持ってんね、うん、すごグリーンってなるのが嫌やから、うん、ここ避けてあるからね、うん、この子は、うん、この子はあれやん、こういう草生えとうやん、うん、あぶちゃん、ジープ引っかかっとう、ごめん、こういう草あるやん、うん、こういう子たちに、うん、あの、なんていうの、生命エネルギーを与えるのが使命、この子、うん、こういう、なんか、これなんか、コケか、これコケか、コケとか、こう葉っぱとか、うん、ビュワーって、ビュワーってこうやって使命持ったの、一個一個、うん。でも、こんなん分かれへんやん、みんな。じゃあ、どれがどの使命やって、持っとんやって。うん、でも、だからもう、とりあえず全部踏んどったやねん、これ。うん、もう、とりあえず。
ほんなら、うん、全部もらえるね。石は踏んだ方がいいな。あ、ワンちゃんは吠えとんな。うん、もし何かあったら、すぐ抱っこしてな。うん、ほら、ブーちゃん反応した。ほら、ブーちゃんは、思い出しとんな、ブーちゃんは。あの日々を思い出しとんな。あの日々を。いかんないですよ、ブーちゃんまだ。ああ、もうさすがにこんなに一日、7社も行って、もう喋りまくっとったら、もう喉が痛い。ずっとやもんね。うん。2、30分かける7社ぐらいうん、お前な、20分、だいたい平均20分やもんな。うん、20分で7社うん。ええー、?3 時間。3時間喋っと。いやもうなんか3時間の講演会でもやったろうかな。3時間の講演会。みんな喋るかもや。二部制でやって。僕2時間がもう限界かな、喋ろん、うん、もうそれ以上はよう喋らんわ。え、でも前めっちゃ喋ったんじゃん。何が？ああ、オフ会？うん。うん。あ、でも僕、まあ、こうやってカメラ撮ったりしとったから、うん。みんなの方が喋ってる。はい。すごいですよ。あ、ブーちゃん積極的ね、うん。すぐ登ろうとするブーちゃん。うん。よいしょった。今日はね、神様に元気玉教えてあげたよ。うん、なんちゃら神社忘れたけど、教えてあげたよ。あ、青田じゃないわ。青玉神社の神様。うん。元気玉教えてあげたよ。元気玉の空さん。元気玉の空さん。一番有名な僕、うん、いや、なんか、いや、違うよ。うん、元気玉。なんか、みんなが、元気玉って言ったら、何それって聞いてきて、そっからが始まりやんな。うん、で、まあ僕、特にメンバーさんは、もう元気玉って言ってるから、うん、だから、なんか、元気玉の空さんっていうのも、それで、展開では、まあちょっと、有名になってるだけで。うん、違うよ。それどっちかって言うとそれではないかな。すいません、そんなん言わんとってよーって。みんな悲しむんちゃう。私たち一生懸命元気玉毎日やったのにって。すいませんがそんなこと言うたらって。はい。いのちゃん。いのちゃんはもう9歳です。8歳やと思ってたんやったっけ？うん。8歳、あ、じゃあ9歳、8歳か、今。ブーちゃんが9歳。あ、じゃあ、ブーちゃん10歳か。うん。で、イノが9歳か。うん、こんな。うん。1歳半かな。うん。こんなに大きくなりました。え、舐めと。舐めと、ダメ。よし。よっからしちゃった。うん。な、ここはな、うん、浄化が必要です。なんか、早帰りやとかって言っとったやん、うん、夜になったらな、ここ悪魔が来るんやって。え、僕、そう、結果貼っといてあげるわ。S級の結界です。すごいですよ、S級の。ちょっとかっこつけて。うん。ぽっぽく見えるやん。魔法使いみたい。なんかぽっぽく見えるやん。うん、なんか、自称霊能力者、元気玉の空みたいな感じで声。
ファン、ファン増えそうやん。コアなファンが増えそう。増えそう。お願いし、チャンネル登録お願いします、皆さん。はい。よっしゃ、これで終わろうかな。うん、ほんじゃ、神戸、戻ります。もう夜です。ほんじゃ、終わります。では、では、ではでございます。